今日は皆さんにちょっとした豆知識をご紹介しようと思うんですけど、人多いかな、あっち移動して大丈夫かな、結構いるね。実はですね、あのウォルト像、結構細部まで皆さん見たことありますか。実はネクタイのですね、あ、ネクタイしてんね、ネクタイのちょうどここあたりにマークがあるんです。なんかね、一見ウサギみたいな感じに見えるんですけども違うんですよね。いくつかのアルファベットをこう重ねてできたマーク、見たことない方、ちょっと右行ってみよっか、うん、移動してみよっかやだ、 OK。 あれですね、実は何かと言いますと S と T と R っていう文字を組み合わせてるんですけども、何かと言いますとスモークツリーランチっていうウォルトがすごく気に入っていた別荘の名前なんです。ですごく気に入ってたんでね、このネクタイにも言っちゃうほどなんですけども、実はこれ東京ディズニーランドを作るためにですね一回売却しました、資金不足で。でここを作ってここが大成功したので、後々そのスモークツリーハウスランチっていうのをですねこう買い戻したというすごくいいお話なんです。見に行きたいな、行きましょう行っていいの、行っていいの、一人で行っていいの、見に行きたい人、あ、じゃあちょっと行きましょうか。ね、お待ちのところ失礼しますね。あれ、見えました？見えた？ネクタイのこの辺。そうそうそう。なんかあるの？だろ。一見ウサギみたいな感じっぽく見えるんですよ。で、あれ S T R で組み合わせてああいう。虫っていう。虫のように見える感じの虫に見える。勉強になりました。ました初めてガイドっぽいことしたわあ、まだあそこにいる。じゃあ一回の戻りましょうかねあ、コントやってる、コントどうやって時間過ごしてたのコントやってたの、なんでそんな二人ともこんなおじいちゃんみたいなの続けていけ、ブリッコごっこしてたの OK。 それではですね、最近復活したばかりのビッグサンダーマウンテンをご紹介しましょうか。今日でも復活してまだ間もないんですごい列があるらしいんですけど、なのでここで体験してもらいましょう。大東くんのリアリティあふれる体験で、体験アクションでお願いします。ウルフトキーアメリカ政府の会社者にとって居場所や行き場所、乗客車は非常に刺激的なものでした。しかしゲストを乗せてウエスタンランドの荒野を大爆走する鉱山列車ビッグサンダーマウンテンほどエキサイティングなものはありません。機関士といないこの鉱山列車は深い峡谷や螺旋状の洞窟、そして特別な坑内を急上昇急降下急旋回しながら猛スピードで走り抜けるアトラクションです。このビッグサンダーマウンテンには昔から超自然的な力が存在すると言われていました。1850年代にこの山で金塊が発見され、鉱山会社ビッグサンダーマイニングカンパニーが設立され、莫大な量の金が採掘されたんです。取れた、やったねところが1880年代に入ってより深い部分を掘り進めようとダイナマイトを使い始めたところ、まもなく奇妙な現象が起こり始めたんです。新たに作られた坑道から奇妙な音がこだまとなって聞こえてくるんです。この人たちはトミーノッカーズの霊だと言い始め、不可解な落盤や機械の故障が頻繁に起きるようになりました。そしてしまいには機関士といない鉱山列車が走り出したというんです。今日ビッグサンダーマイニングカンパニーは創業を続けていますが、この鉱山会社を訪れると機関士といない鉱山列車が走るビッグサンダーマウンテンの超自然的な力を体験してしまうかもしれません。はい、というわけでビッグサンダーマウンテンのストーリーについてご紹介してまいりました。実は結構怖い話だったんですね。今でも並んでたらあのここからですね、不気味な声が聞こえてくるとか来ないとか、ぜひ行って並んでみてください。じゃあですね、どこへ街あるんだろうね、今日長いけどね、長いらしいけど、列があそこに見えてるんですよね、先っぽが。あれを指し示しますか
あのウォルトの頭ぐらいのところにちょうどかぶってるあの茶色いポコっていうやつ、あそこら辺目指したらビッグサンダーマウンテン着きますよと、ぜひ行ってみてください。さあそれでは今日はこの辺りで行きましょうかね。はい、皆さん今日の11時、夢と魔法の王国東京ディズニーランドで見ていただきお過ごしください。お送りしたのは僕たち10分間のライブツアーの3人でした。ありがとうございます。それでは皆さん行ってらっしゃい。日向暑いっすね。よし大丈夫、周り見たいっすよ。ネクタイのさ、この辺に帰りましょうかね。お父さんが見えないで帰ります。これ並んでらっしゃるのは今